はい、こんにちは、パソケンです。今回ですね、この動画では Windows 10で、音楽のですね CD をパソコンにですね取り込む方法についてですねご紹介していきます。で、今回ですね、この CD を取り込むために Windows メディアプレイヤーをですね使っていくんですけども、このですね Windows メディアプレイヤーは標準のですねツールになっていますので、誰でもですねすぐにこの Windows メディアプレイヤーを使えばですね音楽を取り込むことができます。またですね、iPhone をお持ちで iTunes などですね使っている場合であれば、 iTunes でもですね音楽の取り込みできますので、そのですねやり方についても合わせてですね、ご紹介していきます。まずですね、はじめに、Windows メディアプレイヤーを使ったですね音楽の取り込み方についてですねやっていきます。まずですね、はじめに Windows メディアプレイヤーを使ってですね音楽を取り込んでいく手順についてですねやっていきます。で、メディアプレイヤーのですね場所なんですが、スタートからですね全てのプログラムの中にある Windows アクセサリーというものですね、こちらをですね一度クリックして展開すると、この中にですね Windows メディアプレイヤーがありますので、こちらをクリックして起動します。で、もしですね初めて起動する場合は、このようにですね Windows メディアプレイヤーへようこそというですね初期設定の画面になりますので、まずですねここで初期設定をですね進めていきます。で、基本的にですねこの推奨設定の方をですね押していただければですね特に問題ありませんし、後で、変更の方もですね行いますので、今回はですねこの推奨設定の方をクリックして、完了していきます。で、こちらですね推奨設定を押した状態で右下の完了ボタンをですねクリックします。そうするとですね Windows メディアプレイヤーが起動しますので、 CD をですねドライブに入れていただくと、この CD のマークですねが表示されて、そのアルバムがですね読み込まれますので、こちらをですね一度クリックします。これですね、このまま、この Windows メディアプレイヤーのメニューから CD の取り込みを押していただければ、すぐにですね CD の取り込み行えるんですが、この取り込みのですね設定などですね行うことができますので、まずですねこちら CD の取り込み設定をクリックしていただいて、取り込みの設定ですね行っていきます。で、こちらですねクリックしていただくと、このようにですねメニューがまた表示されまして、形式とか音質とかですねこういったところをですね設定することができます。で、基本的にはですねこの音質であったり形式ですねを設定していくんですが、まあ、ほとんどのですね場合がこの MP3 のですね形式で問題ないかなと思います。で、もしですね他の形式にですね変更したい場合は、その、形式のものをですね一度クリックしていただくことで MP3 から変更することができます。音質に関してもですね同じように、初期設定ではですね 128kbps となっていますので、変更したい場合はですね、それ以外のものですね選んでいただいてクリックすることで、この音質などもですね変更することができます。またですねこの音質や、形式以外にですねこの取り込んだ CD をどこにですね保存するかっていうことも設定することができますので、保存先を変更したい場合、その他のオプションをクリックします。そうするとですねオプションの画面が別で表示されますので、ここから取り込んだですね音楽を変更する場合は、この取り込んだ音楽を保存する場所というところで変更ボタンですね一度クリックします。で、ちなみにですね初期設定では C ドライブのこのユーザー名の中のミュージックというところですね入っていまして、で、このログインしているユーザーの専用のフォルダの中にミュージックというですねフォルダがありまして、こちらの中にですね保存されています。で、ここからですね変更したい場合は、この取り込んだ音楽を保存する場所という項目の変更ボタンをですね一度クリックして、音楽を保存するフォルダを選択してくださいという画面が出ますので、ここでですね変更したいフォルダをですね指定してあげてください。なので、例えばですねデスクトップ画面に今この新しいフォルダーというものがありますので、例えばこの新しいフォルダーに変更したい場合は、デスクトップ画面のですねこの新しいフォルダーというのをですね選択してあげて、最後に右下の OK ボタンですねクリックしてあげれば、この取り込んだ音楽をですね保存する場所がこの新しいフォルダに変更されます。で、この状態でですね最後に右下の適用をしていただいて OK ボタンをクリックします。で、これでですね取り込みの準備ができましたので、この状態でメニューの CD の取り込みですねをクリックします。そうすると取り込みオプションというものが表示されますので、次のいずれかのオプションを選択してくださいと出るんですが、このですね2つあるうち1つしかですね選択できないので、こちらですね、クリック、取り込んだ音楽にコピー防止を追加しないの方ですねクリックして、そしてですねその下の著作権のですね関係のところで、同意事項のまあ、チェックですねチェックボックスが出ますので、こちらもですねチェック入れていただくと、最後にですねこの OK ボタンがクリックできるようになるので、この状態で OK ボタンをクリックします。
これで CD のですね取り込みが開始されますので、取り込みでですね全て完了するまでしばらく待ちます。で、取り込んでいる最中ですね、このように取り込んでいますとですね表示されていきますので、この取り込みがですね一番最後の曲までですね終わるまで、この状態で、CD を出さずにですね、待ってください。で、全てのですね取り込みが終わったらですね、この取り込みというところが全てですねこのライブラリーというふうにですね表示されまして、このライブラリーに取り込み済みとですね表示されるので、これでですね、このCD の取り込みが完了となりまして、先ほどですね保存先として設定したこの新しいフォルダーのところに取り込んだ CD のですねデータが、変換されて保存されていきます。またですね、この取り込んだ CD をですね再生する際に、初期設定のままですとこの Windows メディアプレイヤーで再生するわけではなくて、 Groove Music というですねアプリを使って再生されますので、そのですね再生するですねアプリを変更したいという場合は、取り込んだ CD の、まあ、どれでも結構ですので、曲のですね一つですね選択していただいて右クリックを押します。そうするとですねメニューが表示されますので、この Windows メディアプレイヤーで再生するをですね押していただくことで Windows メディアプレイヤーで再生することができますし、もうこれからですね Windows メディアプレイヤーで再生したいという場合は、右クリックをしていただいてメニューからプログラムから開くというものですね、マウスカーソルを合わせていただくと、さらに右側にですねメニューが表示されますので、ここからですね別のプログラムを選択というところですね、こちらをクリックしていただいて、そしてですねここで Windows メディアプレイヤーですね、その他のオプションにある Windows メディアプレイヤーを一度クリックして、この選択された状態でさらにですねその下に常にこのアプリを使ってMP3 ファイルを開くという項目があるので、こちらにですねチェックを入れた状態で OK ボタンを押すことで、これからですね Windows メディアプレイヤーでこのですね MP3 ファイルを自動的にですね開くことができるようになります。もしですねこの右クリックを押していただいて、そしてこのプログラムから開くのところでこの別のプログラムを選択して、そしてこの Windows メディアプレイヤーをですね、選ぼうとした時に、このその他のオプションにこの Windows メディアプレイヤーがですねない場合、その他のアプリというですね文字をクリックしていただいて、そして下の方にですねスクロールしていくと、この PC で別のアプリを、探すという項目がありますので、こちらをですね一度クリックします。そうするとプログラムから開くというですね画面が表示されますので、この中にある Windows メディアプレイヤーというフォルダをダブルクリックしていただいて、このですね展開した中にある WMP プレイヤーというものですね、こちらをですね一度クリック、左クリックを押していただいて、開くですね右下の開くをクリックします。そうすることでこの Windows メディアプレイヤーをですね選択することができます。で、このですねやり方以外に別の方法でですね規定のプレイヤーなどを変更することができるんですが、そのですねやり方はスタートからですね設定をクリックしていただいて、この設定画面からアプリを選択します。続いてこのアプリのですね左側のメニューから規定のアプリをですね選択すると、音楽プレイヤーという項目があります。で、今ですね変更したのでこの Windows メディアプレイヤーに変更されているんですが、こちらですね一度クリックしていただくと、このアプリを選ぶというですね項目が出まして、例えば iTunes とかインストールしてあれば iTunes であったり、あとですね初期設定になっている Groove Music ですね、こちらのアプリを選択したりすることができます。続いてですね iTunes を使って音楽をですね取り込む手順についてですねやっていきます。まずですね初めに CD をですね入れていただいた状態で iTunes をですね起動していきます。そしてですねこの状態でまずですね保存先を変更したい場合に関してですね、で変更を行うにはですねこの上のですねメニューにある編集からですね一度クリックしていただいて、環境設定をクリックします。そうすると一般環境設定という画面が開きますので、ここからですねこのアイコンの中で詳細というですね歯車のアイコンですね、こちらをクリックします。そうすると iTunes のメディアフォルダの場所というですね項目が表示されますので、今現在ですね初期設定となっている場所に取り込んだですね音楽のデータがですね保存されていくということなんですけども、変更したい場合はですねこの右側の変更というボタンをですねクリックしていただいて、ここから iTunes のメディアフォルダの場所変更というですね画面が表示されますので、変更したいですねフォルダをですねここから指定していきます。で、今回もですね先ほどメディアプレイヤー Windows メディアプレイヤーで変更したですねデスクトップ画面の新しいフォルダをですね指定していきたいと思います。変更したいフォルダを選択した状態で最後にですね
右下のフォルダの選択というボタンをですねクリックすると、この iTunes のメディアフォルダの場所というところが今選択したフォルダにですね変更されました。これでですね取り込んだデータのですね保存先の変更が完了となります。で最後にですね OK ボタンをクリックします。次にですね音楽の取り込みを行っていくんですが、 CD をですね入れていただいて、読み込みがですね開始されると、この iTunes の画面のですねこのミュージックというですね項目の右側にこの CD のですねアイコンが表示されます。でこちらをですね一度クリックしていただくと、この音楽のですねデータの詳細がですね表示されますので、ここからですね画面右側の方にある読み込みというですね文字をクリックします。そうすると読み込み設定という画面が表示されるの でこの読み込み方法に関してですね一度クリックしていただくと、このようにですね他の読み込みに変更することができますので、例えばですね MP3 で取り込みたい場合ですねは、この MP3 エンコーダーですね、こちらを選択してあげることで MP3 で取り込むことができます。で続いてですねこの設定という項目で音質ですね、どれぐらいの音質で取り込むかということを設定することができるんですが、初期ではですね160kbps というふうになっているので、変更したい場合ですねであれば一度クリックしていただくと、選択項目がですね表示されるので、ここから選択していただくか、もしくはですねカスタムという項目もあるので、こちらをですねクリックしていただくとより細かくですね設定を行うことができます。なのでこのあたりですねビットレートなどもですね細かく、さらにですね細かく表示されるので、任意のですねビットレートを選択していただいて、最後にですね OK ボタンをクリックしてあげればカスタムの設定で取り込むことができます。でこの2つのですね設定を変更が終わりましたら、最後にこの OK ボタンですねクリックします。そうすると今設定したですね取り込み方法で取り込みの方が開始されます。